やってみましょう。昨日ダイヤになってすぐやめて、で今日やって1試合目で負けて、だからダイヤになったの5分だけかな。で今日結構負けまくって、もう星1つ減るんじゃないかっていうぐらい負けまくって10連敗以上したかな。で今ちょっと戻しつつあるって感じかな。注目のファーストラウンド、何が起きる、よろしく頼む、期待している。オッケー。壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ、ここからが大事だな。レイヤーは体力的には優勢、良い状況ではあるね。前に出てプレッシャーをかけつつも暴れてんのか、これ食らってくれるってことは。中のドライブラッシュ、これはいい形で入れ替えた。意識のアンテナは上にも張られていた。いやー見事、気持ちよく決まったね。飛びは飛んだ、ドライブラッシュで前に出る。 KO、 良い決着だった。さあ今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。引き迫るその戦いぶり、見事だ。今後の展開にもめっちゃ前来るやん。だ暴れてんだろうなこの人多分。その感じは暴れ、この距離は飛び道具を使う。相手が地上にいる時だけ弾を撃つ。この弾打ちがめっちゃ食らってくれるわ。なんか打撃すごいな。一気に畳みかけたいところ、投げ捕まえて投げ飛ばす。いやすごいな。バカ繋いできた。プレイヤー1ゲージ管理が難しい。ドライブはしにくい。ジージーとした場合でめくりになる。体力差はある。しかし前に出てガードする。プレイヤー2、ここでバーンアウト。まだ諦めるな。先端普通のチャンス、何を仕掛ける。いやー何やってんだろう俺、何やってんだろうマジで。ギリギリ掴み取ったラウンド、どう見ました。次が肝心だ。身を引き詰めていくのだ。投げを使ってガードを崩す。見事な投げだね。こんなんでダイヤだ、いけるわけねえよ。やるではないか。さあこれで画面端前に出て一気に周りを詰めてきた。ここで SA ゲージが溜まった。いい上げる。ああそうだ、給水局で飲んでいくルート。クリアス繋ぎ、ここで投げに行く。見事だ。目の前どうする。いやー一本通した。あ差はついたようだが、まだまだこれからだ。勝負の一撃、本当に勝負の一撃だよ。裏の裏の裏、裏の裏の裏。いやーここまで戻すのに大変だった。最高の試合だったぞ。やってくんないかな、こんな感じは。おこのままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。次の戦いも楽しませてくれるのだろうな。プレイヤー2、前半のいい状況を作った。さあもっとやり合うのだ。どうだろう。プレイヤー2、ここでドライブゲージを使い切ってしまった。相手のドライブゲージが回復するまでどれだけ体力を奪えるか。さあ前に出てプレッシャーをかけつつも、ここでドライブラッシュ、前に出た。ここから試合は終盤戦、緊張感が増っていく。ここはガードでしのぐ。あと上だけ。いやーまあいい。次はどうで。あぶねー。いいね、とどめまでしっかり。プレイヤー2、ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。対空出ないのか。我が輩も盛り上がってきたぞ。見ていきましょう。あまりにも危険な地上戦が続く。追い詰めたこの状況、腕の見せ所だ。さあここからだ。ゲージ、さあどうだ。勇者ゲージがかなりあるぞ。危険な状況、火力は出る。受け止めながら SA レベル3、月座裁縫。スイッブレイクダンスで消化した。カンフーの失敗。こっからの逆転の青写真、どうやって描くか。あれ、ゆりかち CA はあるぞ。
体力差はある。しかしどうにでもなる状況。飛んでいる。ここで話だけ気をつけて。オーケー。なんかねストロークの講座とか結構最近見てんだけど、いろんなマスターの人が言うにはやっぱりねガン攻めした方がいいっぽいね。このゲームは基本的に守りのゲームじゃないからスト5と違ってっていうのを言ってて、やっぱ画面端いったらインパクト安定、攻撃重ねながらインパクト安定みたいな。マスターの人でもとっさに返せない人多いらしいから結局。両者これちょっとラシードは一戦だけで勝って負けても、うおっといきなり争うがいい。投げ、いいよいいよ。壁の上行こうだ。ここからが大事だ。飛びをガードして上は通さず受け止めて殴る。そうか、両者のドライブゲージがなくなった。ここからの立ち回りは難しい。一気に攻める。オッケー。勝負あったな。あ、しかも相手ダイヤじゃん。一方的になったラウンドどうでしたでしょうか。目を覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだ。バラディアンサイクロンから攻めていく。攻めのドライブラッシュ、一気に間合いを詰めてきた。体育が意外ときついらしいね、ラシード。ここからは差し合いの領域となる。上から来た。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。どうした、いけるだろう。あ、左遷返すか、これは。なるほどな。おお、そんな入り替わんだ。バックステップで距離を取る。逆転を見ているか。これはいけるか。しかし無駄はできるな。いやー、それなー。もうやるしかない。駆け抜けるしかない状況。我が輩もこれには目が釘付けになってる。ガードするかも。バラディアン最強から攻めていく。上は絶対に通さない。いざ、その調子だ。さあ、9番、舞台は整った。敵に逃が勝負を分かつ状況。ここからの判断が大切になる。ねえ、なんで打ってんだ。いやもうわからんわからんわからんゴロ。いやー結構やっぱねラッシーの対策動画見てるけどわかんねえわ正直。対空が弱いらしいけどね、なんか技の派生がいろいろ多すぎてさ。でなんだろう、 JP とかは調べたりしたけど、なんかこういうキャラとかいちいちもうしたくないんで、対策したくないね。もう1試合でいいっていう思ってるから。やば、なんかこの人やば、やばそう。我が輩を楽しませてくれ。さあここでチャージを一つ、投げの選択肢を見せていく。あー今のは素晴らしいね。ここで壁を背負ってた。なるべく壁は背負いたくない。壁に押し込んでいく。投げか。どうだろう。上はどうだぞ。ここはどう出るか。上は見えている。ここで決めるその弾力、あっぱれ。ドライブラッシュ、ゲージね。前に出た。ここは投げを見せてガードを崩す。ドライブラッシュで前に出る。バーズしている。まだ諦めるな。ハリアナを先に通すのはどちらだ。ここでバーズ。ここまでなのか。この SA は通らせん。あぶねー。良い決着だった。さあ今の激戦。モーマンなのに対空出ない系。こういうのを言うんだな。流水客を選択。余裕を食べるか。うまく切り返して。メッセージ性の敵になった。プレイヤー2、丁寧に有利を継続している。良い状況ではあるね。ここ
わお。ここでライジングアッパー。中足が刺さる。この時はガードが間に合う。ね、こうやって守りに入っちゃうと弱い感じするよな。あー、いいなことした。死んだんじゃうこれ。余計なことした。あの画面味の一発とあれはちょっと適当すぎたな、さすがに。変な当たり方しちゃうしな。それは出るよな。まあ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 、いや何やってんの。これで攻守交代。ドライブラッシュから流水拳。はい、こんな感じで画面端はね、結構意外と、でも俺画面端意識してるけどな。インパクト、むしろ画面端しか、逆に背負った場合、壁背負った場合インパクト意識してないんだけどね。翔くん最高の試合だったぞ。わお。ここでライジングアッパードライブラッシュで前に出る。ドライブラッシュを使えばかなり遠い前からでも攻撃を仕掛けることが可能になる。ジャンプからの攻撃は許さない。いいよいいよ。あれ確定ねえの。マジか。投げ。投げ。さあここから、そうか。今の投げは良いポイントだ。KO まで。決まったね。一本取っていく。さあこれはどう見ますか。全く素晴らしいね。見事に決めていった。そうなんですよね。次が始まります。飛んでこないんだよな。焦らずどっしり構えている。序盤の主導権はどちらが握るか。いやー、このラウンドはどうなるんだ。プレイヤー2、さあ追い詰めた。さあもっとやり合うのだ。受け止めながら。おー、そうきたか。攻めのドライブラッシュ。一気に前を詰めてきた。SA ゲージは両者マックス。ドライブラッシュで前に出る。飛びで攻めるか。ここでダウンアウト。まだ諦めるな。何を狙っている。さあマシンで余裕をためつつ。上はダメ。見事だ。体力差はある。しかしどうにでもなる状況。ここでダウンアウト。ここまでなのか。攻撃がぶつかり合って、変身決めたかったけどな。かなり動けていた試合、どう見ましたか。素晴らしい戦いであった。見事だ。いやいやいや。さあラウンドはまだ。さあ張り切っていってもらいたいね。激しい詰まり合いが続く。配球はしっかり出ている。落ち着いて相手の動きは見えている。あー今のは素晴らしいな。ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか。阻止するか。プレイヤー2、さあ追い詰めた。これはいい形で入れ替えた。体力差はあるね。おいしい。あー決まったね。おいしすぎる。さあ今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。いやーいいね。感じだと思う。確かにこれからの戦いも目が離せませんね。やっぱ攻めた方がやっぱ強い気するよね。余裕をチャージ。さあここはうまくドライブ超級隊。
プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。さあここからだ。ドライブラッシュで前に出る。攻めのドライブラッシュ。見えている。いやすごいな。さあ良いレベルは4。どう仕掛ける。残りわずかな。あとコマ投げ。オッケー。いやもう今日はもうこれでいいや。疲れたこの試合。いやー次また次の動画でいけることを願ってダイヤ。いやでもなんかこの人に勝ててよかったな。韓国の人ということで、ではでは。